こうして、トップニュースで藤波わらわら。藤来たー。藤波トップニュース草。大谷みたいな扱いで草。スポーツニュース枠じゃないの草。よっぽど今日ニュースなかったのか。トップニュース藤波とか何してんねん。藤波選手は先発ローテーションは勝ち取ったものの、制球に苦しみました。メディアからは悪夢のような契約と揶揄されました。中継ぎへ降格、徐々に感覚をつかみ始めます。制球難が劇的に改善しました。一節には、キャッチャーの要求は常にど真ん中。制球の悪さからボールが散ることで抑えられていると。バカにされてて草。褒めてんのかけなしてんのかわからん言い方すな。ひでえ紹介。技術もクソもないやんけ。言い方考えろよわら。こうした中継ぎとしての活躍に目をつけたのは、9年ぶりの地区優勝を目指すオリオールズです。つまり藤波選手は優勝受け負い人との評価。まさか A 点するとはな。ジャーニーマンわら。優勝受け負い人藤波は草。大谷差し置いてホーステのトップニュースになるってすげえな藤波。この後、みっちり大谷トレードの話へ。大谷の前座かよ。こっから大谷に持ってくの草。流れるように大谷。大谷の出汁に使われてて草。いつの間に大谷ニュースになってて草。藤波特集と見せかけての大谷特集で草。いつも通りじゃねえか。藤波おっぱいの特集やんぼち。藤波ほぼ大谷やんけ。